その子供の養育費にでも回してくれ。やむのか、それともまた巻き上げてきたのか。どっちもかな。一人で何を嗅ぎ回ってるのか知らないが、妙なことに首突っ込んでると親父さんの二の舞になるぞ。ところでこの女見かけたら俺に連絡くれ。25年も経ってるのに変わらない人もいるもんだ。おい、しっかりしろ。25年前上野義晴の襲撃事件を仕組んだのはあんたなのか。あの事件にはどんな裏があるんだ。おい葛城。25年前の事件、18人殺した真犯人、あれね、俺なんだよ。警察内部に裏切り者がいるってことだな。何ができる。野郎はここで終わりだ。覚悟しろ。